どうも、ジジンンンベーースボルルチャンネルのジンです今回はね、えー、シーズンも佳境に差し掛かって、もう,もうすぐドラフト FA 戦力外ってストーリーグに差し掛かるので、まあ、今回はね、今日からオフシーズンに向けて12球団の戦力分析を行っていこうと思います。まあ、結構ね、Google フォームにね、えー、いただいたリクエストで、まあ、多球団の戦力分析も行ってほしいみたいな、そういうね、リクエストも来てたんで、まあ、今日はね、結構忖度なく西武ライオンズについてね、切っていこうかなと思います。西武ライオンズについてなんですけども、まあ、誰の目かより見てもね、明らかな暗黒球なんですよね。まあ 正直ね、あのーまあのま誰の目から見ても本当に弱いなっていう感じなんですけども、まあ、それをた、ね、どっていくと本当にね、暗黒になりたいとしかね思えない編成なんですよ。なので、今日はね西武がいかにして暗黒になったかっていうのをね解説していこうかなと思いますで。チーム成績なんですけども、まあ投打ともにね全くいいところがないですね、まあ、打率もはじめ、出、ま、塁、あ、率、長打率、OPS、野手王、まあ、三振率、四死球率、ホームラン率、フィップ、投手をすべ、まあ、てにおいて12球団、下の方にいると。でまあ西部に投手が みたいなことを言う人もいるんですけど、TBS 暗黒横浜の村田内川だけ見て、野手がいるみたいな、バッターはいいみたいに言ってる解説者、昔いましたけど、そんなようなもんですよね。ほとんど別に野手が良くない TBS 横浜、別に言うほど投手良くないです、暗黒西部みたいな感じで、言うほど投手良くないと。野手はもうほとんどね、1軍レベルじゃなくて、リプレイスメントレベルだという感じで、投手は三振がとれず、支球が多い。球速もね、全体的に見れば遅いんで、なんか正直ね、一番早い選手はいる ですねで順位予想についてなんですけど西武って去年からね投手も野手もね全く数字が良くなかったんですよこれってもう去年から明らかで,そ,んな中でその中で上積みが外国人しかないのに優勝予想する解説者って僕はどうかと思うんですよ、ね、マジで、まあ、どうかと思ってて西武が上位予想ならないだろうってマジで思ってたんですけどもう結構予想できた最下位だと思ったんですけど、まあ、なぜかその西武の優勝予想が多くて、まあ、楽天の最下位予想が多いと いうことでまあね、今日ね、今井監督の発言で、まあ、楽天をもしかしたら最下位になってたかもしれないチームみたいに言ってたんですけど、まあそんなわけないだろうと。<laughs> そんなわけないだろうってことで、まあね、正直ね、まあ、西武の、えー、最下位予想はね、予想、再開はね、予想できてたんで、まあね、その西武の上位予想っていうのは、もう何らかのペナルティを与えるべきなんじゃないかなって、個人的には思いますね。まあ、なぜ西武が弱いのかって話なんですけど、まあ、2018年前後の西武フロントっていうのは即戦力投手が必要って言って、 まあ即戦力投手を示しまくってたわけですよ、まあ、渡辺さんの GM も、まあ、その投手王国を作りたいって言って投手を指名したわけですよで西武以外はもう2015年以降は完全に野手上位指名に切り替えてたんですねこれ結構2018年がターニングポイントだと思ってて2018年って西武だけ松本渡るっていう大卒投手を指名してその他の球団は全員高卒野手に入札してるんですよこれすごくないですか西だだけ即戦力投手手がが上上位位と評評価価ししてててて他球団はみんな野が上位って評価してた これがね結構ターニングポイントだと思って,てこっからね西武の野手弱体化がね特に始まったのかなと、まあ、西武がその投手上位指名してるのになんで代表級の投手が全然いないんだっていうと今の代表級の投手ってほとんどが高卒投手なんですよ、まあ、選ばれた平とかも高卒投手じゃないですかこれ160キロバンバン出すような投手って高卒投手にしかほとんどいなくて他球団は野手重視なんで、まあ、秋山山川のように、まあ、2位3位にね野手が残ってないんで野手を上位指名してで下位でその 身長高めのスケール大きめの高速ピッチャーを取るっていうのが多球団の主流のスタイルのだからその上位でその即戦力投手を取りまくって下位でまあ野手をお茶にこそうみたいなそういう中位下位で野手をえー、お茶にこそうみたいなドラフトやってる西部はもう多球団がね にね、どんどん遅れを取っていったっていうのが、まあ、状況そういうような状況ですよね。で、即戦力投手、西部の即戦力投手ってほとんどものになってないこれあの見てもらったら分かるんですけど、西部は、えー、と2015年以降、まあ、9年間で6人の即戦力投手にをドラ1指名して、まあ、全然スミラと竹内がほとんどものになってないというところで、まあ、西部はね、まあ、投手が即戦力投手がいないあまりに野手を入れるみたいな、ね、ドラフトだったんですけど、まあ、正直、まあ、西部が。 指名中で代表級になれそうだったのって1 9 0センチくらいの高卒級っていうと現状渡辺雄太郎くらいで即戦力野手で言うとまあ一応渡辺とか昼間もいるんですけどまああんまり王道じゃないっていうか佐藤寺明とか牧とかまあこの年で言うと森下翔太とか浅野とかそういうか主戦級に比べてた野手に比べるとちょっと評価低いのかなっていう印象はまあ否めないですよね。 で、まあそれ以外のはほとんどの投手っていうのはもうほとんど。 なんか将来代表級になるかって言われたら怪しいような投手ばっかりですよねだからまあここら辺がもう西武がね結局ね弱くなってったとたと、まあ、代表級になるどころかまあそれこそ西武の中でもものになってない投手が大半なのでまあここら辺はまずかったかなという状況ですね西武が上位投手をね指名してる間に他球団が手に入れた野手って話なんですけど、まあ、オリックスがね吉田正孝、太田亮阪神が大山雄介佐藤輝明楽天がね辰巳小深田安田で日本ハム清宮ヤクルト村上ソフトバンク 先などって書いてあるんですけど、まあ、2017とかが結構典型例ですよね。まあ、清宮に7球団行ってる中で、西武は田島に入札した後に斉藤弘正を拾ったという状況でまあ。田島を。 外した後に別に村上に行けたのに斉藤裕正に行ったっていう球団なんですよこの球団はこれ渡辺 GM なんですけどちなみにで早川と佐藤寺木の2択でも佐藤寺木じゃなく早川に行ったというような状況で、まあ、他球団がね、まあ、2位3位、まあ、1位一、まあ、位だったらもうすごい選手を、ね、引いてる中で、まあね、西部がねこう、まあ、物にならないあの全然物にならなかったピッチャーを指名してるってなると、まあ、現状弱いのは仕方ないかなっていうような状況ですよね。 西がどうしたらいいのかって話なんですけど、まあ、上位3枠は、ね、もう即戦力野手入札確定じゃないかなと思いますで下位で高卒投手を指名する、まあ、スケール大きめの高校生投手を指名して下位の高校生投手、まあ、例えば肌みたいなそういう投手を指名していくしかないかなっていうような、えー、感想ですねでドラ1のおすすめは、まあ、青学の西川か大正大の渡辺で、まあね、外野手でまあ長打打てるってなると、まあ、西武が指名するってなったらここら辺しかないのかなっていうのは え思いますねで宗山はその数少ないプロ,プロ野球選手の源田と被るので個人的にはあんまりねあのおすすめできないかなっていうか源田を押し出すほど他のポジションが充実しないし若手、まあ、こ,こ,ここに若手使いたいみたいな若手もいないんで現状難しいかなっていうような状況ですねで即戦力投手は NG で、まあ、即戦力投手いらないでしょもう数はっていう感じですよね高校生野手とかも、まあ、正直その仮にじゃドラ1にドラ2にドラ2さんと で示したとでまああのまあ1軍に駆り出されるのが結構目に見えてるので <laughs> まじっくり育てられないっていう意味では結構 NG かなって個人的には思いますでまとめると、まあ、投手指標を含むねほとんどの指標において全てにおいてぶっちぎり最下位だというような現状で、まあ、ドラフトがね本当に失敗を極めすぎているんで、まあ、渡辺久信がね GM 残留とかってなったらかなり雲行きは怪しいかなって思いますで今年のドラフト1位はもう西川か渡辺の2択ですね、まあ、それ以外だったら余計 暗黒を加速させる可能性が高いかなって個人的には思いますねっていうのがまあ、西武のね戦力の分析でしたまあ、ね <laughs> この動画ね結構ね手厳しい内容になりましたけど参考になったって方はねチャンネル登録と高評価お願いしますそれでは